守りたい日本。ここは渡嘉敷、長岡も寄っていく、ダブルチームに来る、空いてしまった、スリーは決まった、ベラルーシ逆転、65対64。さあ日本正念場です。ドライブインどうか、奪いました、来ました、また日本逆転。よく見ています吉田です。厳しい展開、ベラルーシはファール4つのハーディングがスタンバイをしています。パスを回す、パフォバのスリーか、リバウンド日本です。長岡が1人走っていますが、ここは吉田自分で行く、その長岡スリーポイント来た、大きなスリーだ、よく決めました長岡。先ほどもスリー外してですね、はい、打つ勇気というのも必要かと思うんですが、はい、やはり吉田選手も信頼してますよね、選手全員を、はい、だからあそこでパスができると思うし、はい、長岡選手がしっかり答えてくれたと思います。大きなスリーポイント、69対65、日本4点リード、残り2分55秒です。さあベラルーシはこれで後半2つ目のタイムを取りました。残るタイムアウトは1つということになります。ベラルーシです。日本はまだあと2つタイムアウトを残しています。そうですね、あとは日本ファール、今チームファール2回ですけれども、シュート前のファールであと2回使いますので、ファールを、そこも計算してですね、簡単なファールを今しないってことが重要だと思います。ここ最後の最後で、はいはい、最後の最後でシュート前のファールを取っていくということが重要だと思います。チームファール1になりますとシュート体勢ではなくてもフリースローになります。今2つですので、あと2つファールをしてもシュートにはフリースローにはなりません。さあ日本、69対65、日本4点リード、第4クォーター残り3分を切ってきました。リンゼイ・ハーディングが戻ってきているベラルーシ、吉田はファール注意、この2人は共にファール4つというポイントガードです。ここはベラルーシもちょっと攻めに苦しんでいる、日本を奪えた、ディフェンスですね。さあ渡嘉敷ボールを奪った、吉田どうする、コート右サイドに長く、あっとオフェンスファール、もったいない、そう高田ですか、ちょっと相手のジェスチャーも上手かったかもしれないですね。シュートも決まっていただけに悔やまれるところですが、65対65のまま日本チームファール、これで3つになりました。こうしてオフィシャルも公式の数字が変わるような状況もありますが、ここは守りたい、ハーディングかわしてのシュート、日本ボール取りました。渡嘉敷選手ナイスカバーディフェンスですね、はい、栗原が右のコーナーにいます。逆に入っていく吉田、あっとこれはファウルもらえませんでした。こういう動きでファウルをもらうというのも、そうですね、ベラメイエンから中へ、レウチャンカ、ここは最初ダブルチームに行く、ショットブロック10秒まであります。あー、ここは入ってしまった、ファールもあった、バスケットカウント、最後の最後ですね、これでチームファールも4つになります。日本です、さあ残り1分37秒改めて日本どんなことが大事になってきますか。まずもう吉田選手を起点に攻めるのが一番重要だと思います、はい、吉田選手ダブルピックアンドロールから中に入って外合わせる、はい、外がダメな時はそのまま渡嘉敷選手、はい、ここでもう攻めるのが、一番確率が高いと思いますね。シュートも決まって、さあこれで1点差、日本リード1点です。69対68。さあまずスクリーンを一つ高田を使って、今度は渡嘉敷へ、長岡もいい動きがあります、
決して気持ちが負けていません。長岡、吉田から渡嘉敷へつなぐ。長岡はパスを回した。苦しいショットはこれは合わなかった。残り1分13秒日本のリード1点です。最後の最後でちょっと今躊躇しましたね。その前で高田選手打ってもよかったと思いますね。ここは守らなくてはいけません日本。8番ニタルビッチがボールを持っています。ベラルーシ、日本奪った、吉田が奪った。さあ吉田、ここで吉田がプレー、さすがです。これで3点差。さあ残り1分切ってきました。これを守れば日本大きく勝利に近づきます。守りたい日本。ハーディングが行く、決めてきました。これはさすが、やり返しました相手のポイントガード。日本のリード1点です。時間の使い方どう考えますか。まずは吉田選手、もう最後までギリギリまで待っていいと思います。24秒しっかり使っていいと思います。一旦ゴールからですね。残り10秒でさあ動き始める。渡嘉敷、いいプレーだ、空いた、決まった。日本73対70、日本3点リード。残り27秒8でベラルーシ最後のタイムアウトを取りました。渡嘉敷選手がしっかりスクリーンをかけているから次が開くんですね。さあまずベラルーシ側からしますと3点差、これは3を狙ってくるのかどうか。ここヨーロッパの攻め方でですね、すぐに攻める場合とですね、24秒しっかり使う場合があるんですけども、それによって変わってくると思います。すぐ攻めてくるのであれば2ポイントでファールゲームになる可能性があると思います。もう24秒しっかりギリギリ使うのであれば3ポイントの確率が、スリーポイントのプレーになる可能性はありますけれども、はい、ただスリーポイントの逆にギャンブルになるので、通常通り攻めてきてですね、まず2点を取りに来るの可能性が高いと思います。はい、スリーポイントの成功率で言いますと、まあ、参考までですが、スニツィーナが5分の3、そして8番のリタルビッチが2分の2という。さあ日本の守る側としては、まあ、相手がどう攻めてくるかですね。はい、基本的には3ポイントはまず打たせない。2点はもうしょうがないというところでいいと思います。その後フリースローになりますけれども、日本はフリースローうまいですから、そこでしっかり2本決めれば3点差はずっとキープになりますから、そうすると次の攻撃はもう時間がないので、そうすると遠いところからの3ポイントになると思うので、それはほぼ確率が悪くなると思うので、そこのあとリバウンドだけですね。そうすれば日本の勝機があると思います。まずは3ポイント打たれないことが一番重要だと思います。残り27秒8、さあ試合再開。さあすぐに行くか、打ってきた、3できた、このシュートは日本取った、日本取りました。日本そしてファールをもらった。3点日本リードでリバウンド吉田が取りました。ここでも吉田、もうあれですね、先ほども話してましたけど、嗅覚で リバウンド取る、やはり彼女にボールに対する執念ですね。はい、日本でリバウンドを最も多く取っているのは吉田です、9本。さあこれは今3点差ですので、1点、これ1本決めればまず、はい、決めましょう。スレーでも追いつかないという点差になります。来ました、これで相手は3ポイントでも2回以上の攻撃が必要ということになります。大きいですね。大きいです。ボールにキスをして2本目決めてきた、大事なところしっかり2本決めました吉田。さあこれは早く攻撃をしたいのはベラルーシですが、打ってきた、スニツィーナ決めてきた、3ポイント。これでファールゲーム、ファールで時間を止めます。ベラルーシです、2点差、75対73。いやこれはここもしっかりついてるんですけどね。で日本としてはファールをされるわけですから、できるだけフリースローが上手い選手にボールを持たせたい。そうですね、もう吉田選手がまず持つと思いますね。はい、これもまた2本決めれば4点差ということになります。まず1本目、
これもし外れた場合リバウンドしっかり取らなくてはいけませんね。そうですね、あのリバウンドからスタートなのでマークマンをしっかり捕まえることですね。まずはで2点はもういいのでスリーポイントだけやらない。プレッシャーがかけるところ2本決めました。さあもう残り10秒守りか日本、差は4点。スニチーナのスリー外れる、リバウンド日本。さあ日本ボールをキープ、日本も時間がない。ここで試合終了、日本勝ちました。77対73、予選リーグ日本初戦ベラルーシを破りました。接戦の中で最後のワンポイントになったのはやはりエースの吉田。解説は同じくポイントガードの節政貴弘さんでお伝えしてまいりましたが、節政さん、はい、終盤の吉田のプレーやはり大きかったですね。大きかったですね、今後もですね彼女中心に行くと思いますんで、このような展開を持ってですね、はい、ぜひ決勝トーナメント行きたいですね。改めて試合全体を通しての日本の戦いぶりどうご覧になりましたか。今日は本当に各個人がですね、無理をしない、しっかりノーマークを作ってシュートやったと思います、はい、それが逆に変なプレッシャーにならずに、みんながこう生き生きとプレーしてたっていう感じが受けましたね、はい、まあ、本当に各選手が自分のプレーをしたと思います。プレッシャーもある中と思いますが日本初戦を勝ちました。次の戦いは1日置いて利用時間の8月8日午後5時半から世界ランク7位のブラジルとの対戦になります。解説節政貴弘さんでお伝えしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。平均身長で言いますとベラルーシが1メートル83センチ、日本が1メートル77センチですので平均身長で6センチ差があります。さあ日本トカスキとの吉田の2人ですが、吉田から中へ間宮かわしてシュートを来ました。ベラメイエンカにファールがついています。早くも2つこのベラメイエンカは吉田がミスマッチになっている、空いていた、ああスリーポイントが13番の長身のクロイナが決めてきました。ディフェンスをどう立て直していくか。スニチーナスリー、これも来た、切り込んでいく、切り込んで空いた、自分で行く吉田、ファールをもらいました。さあ高田がスクリーンに行く、高田を使って吉田中に、いや栗原スリーできた、来ました、スリーポイント3分の3。さあ本川から吉田、ディフェンススイッチしたベラルーシ、吉田パスを見て中に入ってきました。本川ドライブイン、本川の形がブロックがありました、ベラメイエンカです。さあ日本ここは守りたい、早く運ぶハーディング、吉田がつく、うまい、これはうまい、逆サイドパスを回す、栗原のスリーポイント来ました。苦しい時に栗原、前半途中出場に、あまた栗原、これも来ました、素晴らしい栗原の活躍。ちょっと町田選手にかき乱してほしいですよね、1回、はい、スピードですね、はい、さあその町田スピードがある、振り切る、速い町田かわしていいパスだ、中岡、ナイスプレー、腕が長いベラルーシ、2ポイント落ちます、リバウンド高田です、高田がリバウンドによく絡んでいます。町田から高田、いいパスだ、8番ニタルビッチがボールを持っています、ベラルーシ、日本奪った、吉田が奪った、さあ吉田、ここで吉田のプレーのプレーになる可能性ありますけれども、はい、ただスリーポイントの逆にギャンブルになるので、通常通り攻めてきてですね、スニチーナのスリー外れる、リバウンド日本、さあ日本ボールをキープ、日本も時間がない、ここで試合終了。